イスラエルからの邦人出国に際しまして、韓国政府から支援をいただいたことにつきまして、率直に心からの感謝をお伝えしたものであります。イスラエル軍とイスラム組織ハマスとの武力衝突を受け、韓国政府はイスラエルから韓国人163人を軍の輸送機で退避させました。その際、日本人とその家族51人らも同乗させ、輸送機は14日夜ソウル近郊の空港に到着しています。電話会談で両外相は、引き続き緊密に意思疎通を行い、自国民の出国に関してお互い協力していくことなども確認しました。上川外相は会談後、記者団の取材に対し、14日時点でイスラエルには1000人以上の日本人が滞在していることや、各国との連携を強化するため、中東和平担当特使の上村政府代表を周辺国に派遣することを明らかにしました。